マウントエンジェル修道院の入り口案内版。エンジェル山の麓にある。マウントエンジェル修道院。神学校は、アメリカ合衆国オーレゴン州、マウントエンジェル近郊にある、ベネディクト会計修道院。1882年、スイスのエンゲルベルク修道院から派生して創建した。エンジェル山の頂上に立ち、セントベネディクトというマウントエンジェル市からは、独立した独自の郵便局を有する。 現在、神学校に在籍する学生は150人。そのうち40%が白人である。残りの60%の多くをヒスパニック系、ベトナム人、フィリピン人が占める。修道院にはアルバアールトが設計した図書館がある。マウントエンジェル修道院博物館ではよく分類された修造品が展示されている。その中には武装した動物のジオラマ、 岩や天然石、古い天霊の財布や宗教関係の品々、南北戦争の遺品などがある。博物館は毎日一般に公開されているマウントエンジェル修道院の教会建築。この写真が撮られた2007年当時、教会に塔と金を取り付ける工事が行われる最中であった。ありがとうございます。